日本近畿地方京都府京都市下京区島原京都市、島原大門江戸時代の島原遊郭。歌川広重、1830年代京都島原、文章島原は京都市下京区に位置する花町の名称。島原ともかく。正式名は西陣屋敷といい6つの町で構成されている。島原は1976年に京都花町。 組合連合会を脱会し、現在はわちがい屋のみが正式なお茶屋の観察を有し、沖屋県お茶屋の営業を行っている。住屋、わちがい屋室町時代に、足利義満が、現在の東道員通り7条下がるに許可した、京成長が、日本の交渉地の始まりと言われる。桃山時代には、豊臣秀吉の許可を得て、原三郎左衛門らが2条までの工事に、 二条柳町を解説した。江戸時代になると六条付近に移されて、六条三筋町と呼ばれるようになり、吉野太夫などの名義が排出した。ところが、1641年にはさらに、須作屋付近への移転が命ぜられ、以後、島原と呼ばれた。島原の名称は、この移転騒動が、島原の乱時の乱れた様子に似ていたためについたという、説や 周りが田原であったため、島に例えて呼ばれたという説など、諸説がある。新しい土地の周りは、壁や堀に囲まれ、出入り口として、東の大門ができた。島原は、原禄期に最も栄えたが、立地条件が悪かったこと、また、格式の高さが原因となって、祇園町、祇園新地、上7県、2条などの有利に人が流れ、その後は、 幾度かの清水を繰り返したものの、次第に衰えていった。クルワの女性たちは自由にクルワの外へ出ることができ、一般人も自由に出入りができた。清川八郎や雷山陽のように、実望、親孝行として、揚げ屋で遊ばせた例もあり、外部から閉ざされた優所ではなかった。幕末には、西郷隆盛、草加玄瑞や新鮮組らが出入りしていた。 1873年には、後に株連城となる、島原旅行場が置かれた。火営4年の大火で、揚げ屋町以外の島原のほとんどが消失し、祇園新地で仮営業をしていたが、大半が島原に戻ることなく町は、錆びれていった。明治以後は、公家、武家の常連客がいなくなり、さらに球場に置かれるものの、多輸道中などの行事で支えていた。 昭和初期までにはイカセギの将棋本位の花町になっており、町に古色は残るものの非常に錆びれた状態となった。昭和後期にお茶屋、太遊、芸技の人数が減り、ついにはお茶屋組合が解散して、普通の住宅地と化した。残存していた多くの建物や門も取り壊しなどで姿を消し、現在は大門、ガチガイア、スがその面影をとどめているだけである。 現在もお茶屋として営業を続けているのは間違い屋のみ。すでに揚げ屋としての営業は行っていないが、住屋は建築物としては今も日本に唯一残る揚げ屋作りの意向である。現在の島原大夫戦前の島原大夫江戸中期には住民大義が、島原で不夜案を主催し、信仰のあった与さ武村らと共に徘徊活動を行った。また、その他にも、 島原の太夫や、文とらによる和歌などの文芸活動が盛んであったことを示す資料が多く残っている。太夫とはもともと能楽や歌舞伎の舞台で秀出たものに与えられた称号であり、最初は京都の女歌舞伎で活躍した女性が太夫などと呼ばれたものが、1629年に女歌舞伎が禁止されて以降、優れた技能、教養を持つ、 最高位の優女の名として定着したものである。また市場河原で、の王や舞にあげくれた女性を、太夫と呼んだ、とする説もある。太夫は通称、国体とも呼ばれ、沖屋に所属して、揚げ屋に派遣される。かつては、正五位の地位をも与えられた、最高位の優女であった。太夫は、元御所の公家、皇族が相手であったため、教養に長けていなければならない。 例えば、舞踊なら、名取、師範になれるくらいである。能太夫、舞太夫をルーツに持つとされる、島原の太夫にとって、舞踊は必須である。島原の舞踊の流派は、江戸時代後期まで、篠塚流、その後、明治の初めまで、以上流であったが、後に、下流流に変わった。現在は特定の流派はない。佐藤もおもてなしの技術として、 必須とされるが、現在特定の流派はない。その他、和楽器、歌、自歌、長歌、小歌、時圧など、書道、行動、歌道、しか、古典的遊びに通じていることも必要とされる。島原からは、八千代太夫、吉野太夫、夕霧太夫、大橋太夫、桜木太夫などの名義が排出した。かつての島原では、毎年10月に、吉野太夫、 大橋大勇、八千代大勇の追善供養を行った。また、戦後在籍していた大勇に、夕霧大勇、高砂大勇、九十大勇、かすが大勇、花雲大勇、花言大勇などがいる。現在、わちがい屋に所属する大勇は、以下の5人。花王儀大勇、木更木大勇、薄雲大勇、若雲大勇、桜木大勇。現在、島原大勇は、 和ちいやのお座敷を中心に、京都の神社仏閣などで、道中を披露し、眉を奉納している。擬音の舞子、芸妓と同様の白塗りの水化粧で、口紅は、下くれないと言って、下唇のみに塗り、必ずお歯黒をつける。引き眉しないので半元服の習慣が現代に残る、ものと見てよい。また、公家文化の影響とも考えられる。原則として、カツラを被らず、地毛で、 男元禄、小佐船、勝山等の各種の日本紙を言う。帯は前で五角形に結ぶが、これは心の字を表すとされる。なお、和美さんお断りのため非公開だが、同日島原、わちがい屋のお座敷でも、お化けの際の特別な縁が開かれている。国体の会のお化けも、もともとの始まりはわちがい屋の縁への参加という形であった。二十から三十年ほど、 前までは今は亡き、島原かぶれんじにてくれの餅ちつき、島原、お茶屋組合にて、新年の寄り合いが行われていたが、現在はなくなっている。ありがとうございます。